ていう名称のちょっと特徴について簡単に、ご紹介したいと思います。経緯を、ご紹介したいと思います。先ほど長内先生とかその前海堀先生も使われてましたけれども、現象自体とかその現象を突然去年とか一昨年とか使い始めたというわけではなくて、最近の中では平成25年に、砂防事業の事業評価のマニュアルが、改定されてまして、その中にも、使われています。でその中の、図をこれ引用してきてますけれども、上流の土石流被害というものに加えて、土砂洪水氾濫というものが、山間地域中山間地域であったり、下流の平野部で発生するというふうにされています。で大量な、土砂が流出することによって、河道が、閉塞したりとか、河道内に箇所が、上がることによって、水のみならず土砂が氾濫してしまうような現象のことを土砂洪水氾濫と呼んで、従来から対策を進めようとしてきていると思います。で、近年、特徴的な例とすると、九州北部方で、筑後川の右岸地域で大量に、土砂がこの谷底平野、北底平野と呼ばれるところに、溜まって、もともとあった、家屋であったり田畑に甚大な影響を及ぼしております。また、先ほども広島についても、昨年の西日本豪雨で、非常に多くの土砂が流出してそれが、氾濫している、住宅地の中ですけれども、ちょっと言い方は悪いんですけれども土砂に覆われてしまっているような、感じになっております。で、このような状況で、非常に警戒、避難行動であったり復旧活動であったりとかに、多くの影響を及ぼすような事態が発生しています。で、先ほども紹介ありましたが、西日本豪雨の時の豪雨の分布で、非常に総量として、豪雨が多いところに、発生がしています。で、今回の雨の、特徴を少し整理すると、これ、広島県内のアメダスの観測所の、今回の西日本豪雨の最大値、60分間雨量、時間雨量であったり、3時間雨量であったり、最後は72時間雨量まで計算しておりますけど、各豪雨期間、継続期間の最大値と、過去のその西日本豪雨以前の最大値を日を取って、それの頻度分布を見ています。で、これ1時間雨量で見ると、この線ですけれども、大半のところが、横軸で1以下になっている。累積の頻度で、大半のところが1以下になっているということは、1時間雨量で見ると、気温最大を更新したところが、あまりなかったということですが、この、赤い線、48時間雨量とかで見ると、大半のところが、気温最大を超過していて、最大のところでは2倍以上、気温最大の2倍以上の雨が、広島県内で降っていることが分かります。今回の雨が、先ほど来議論になってますように、短時間に非常に強い雨では必ずしもないですけれども、強い雨が24時間と48時間とか継続した結果が非常に大きな、総量として大きな雨になっている。で、その結果引き起こされた現象だというふうに、考えられると思います。で、実際その中の様子を見てみると、あちらこちらで、斜面崩壊、土石流が発生して、土砂が流出していっているところが分かるかと思います。で、これ広島県の、呉市の地域ですけど、下流側の、氾濫状況について、もう少し詳しく見てみると、国土交通省とか広島県の方で、レーザープロファイラーを用いた調査がされています。で、これが、土砂が非常に範囲を示しています。
で、あの色で、この赤い方が堆積心が厚いところです。で、この川の、住宅勾配を見ると、この地点が、2度の地点で、いわゆる土石流の氾濫範囲と呼ばれているところよりも、下流の領域で非常に多数の土砂が氾濫している様子が分かったと思います。で少し写真を見てみると、上流側はわりかし大きい石があるんですけど、下流側は細かい砂のようなものが大半であることが、分かるかと思います。で、流出土砂量とピーク流量の関係とかを、痕跡とかから調査をしてみると、これは土石流について、のデータを、サボセットで皆さんがプロットされたものですけれども、それと比較すると、今回の事例は、流出土砂量は大きいですけど、その割には、ピーク流量は、この土石流に比べると大きくないので、まあ、どちらかというと長期間土砂が継続的に流出してきている現象だというふうに考えられています。で、流動分布は先ほど申しましたようにかなり、下流が氾濫している範囲が細かいものが、多く、堆積しております。で、この、堆積している流源というのは上流の、崩壊地であったり土石流の発生源となっているような山地の斜面の、流土分布に、まあ、よく似ているので発生した土砂が、下流に、流出してきている可能性が高いんじゃないかと思っています。で最後、特徴を、まとめますと、今回の現象は、まあ、非常に総降雨量が大きい現象でした。で、まあ、これ九州北部豪雨も、共通しています。ですので、非常に強い雨が長い時間続くことによって、いわゆる土砂洪水氾濫のような現象が、引き起こされたというふうに見ています。で、そのような結果として、斜面崩壊や土石流が、同時多発するということが起きて、まあ、従来から言われているような数字ですけれども、非常に多数の土砂が生産されるだろうと。